ブローバック。ブローバックとは、燃焼ガスの圧力で交代する薬莢の運動を利用した自動装填式重機の作動方式の一形態である。自動装填式作動方式の中では、比較的単純な構造を持ち、主に自動拳銃、短期間銃、自動小銃等に採用されている。吹き戻し方式とも言う。ブローバック作動方式は遊程を機械的に閉鎖する。 機構を持たず、薬莢の抗体によって直接有定を動かす方式であり、この点が小トリコイル等の他の作動方式との根本的な相違点である。ブローバック作動方式の中で、有定の抗体を遅延させる機構を持たないものをシンプルブローバック、有定の抗体を遅延させる機構を持つものを総称してディレードブローバックと区別する。単にブローバックといった場合は。 シンプルブローバックを指す場合が多い。金属薬莢の実用回向、様々な自動装填機構を持った銃器が考案されたが、ブローバック作動方式を採用した銃器で記録に、残る最古のものは1897年に、ブローニングが特許を取得した自動拳銃、US パテント58926である。この銃は、後にデザインが変更され、 FNM1900 として市販化された。その後、ブローバック作動方式は中、小型拳銃を中心に広まっていった。短期漢銃では、第1次大戦において、ビラールペロサイム1915、19 MP18 等に、第二次大戦においては、MP40、ステン、トンプソン、PPSH-41 等各国に採用され、 戦後も多くの短期間銃の作動方式として採用された。小銃では 22LR 弾を使用する小口径の銃にストレートブローバックが採用された。戦後にはディレードブローバックがスペイン製のセトメライフルで採用され、これを改良した H&KG3 からは多くの派生型が発展した。その他にも少数の軍用自動小銃等に採用された。 現在は、主に、380ACP 弾以下の威力の弾薬を使用する自動拳銃や短期間銃、自動小銃等に使用されている。銃弾が発射される際には、燃焼ガスの圧力が銃口内の前方向へかかり、弾丸を銃口側へ前進させる。また同じ圧力が薬莢にもかかり、有定の方底面を押して後退させようとする。この際、 弾丸が銃口を離れる以前に遊定が交代し、薬莢が薬室から抜け出てしまうと、銃口内の高圧ガスが漏れ出し危険な状態となる。このため、銃口内の圧力が安全域に下がるまでの間、遊定の交代を抑制する機構が自動装填式重機には必要となる。グローバック作動方式では、発射の際に交代する薬莢の交代運動を 有定の質量と複雑ネの弾性力によって抑制し弾丸が重厚を離れるまで薬莢が薬室から完全には抜け出さないようにする機能を持つ。発射直後から薬莢は発射ガスの圧力により抗体を始めるが、有定と複雑ネにより抗体速度が抑制され、進展性を持つ真鍮などで作られている薬莢は薬室内に密着するため、 弾丸が銃口を出るまで銃口内の発射ガスは漏れ出さない。薬莢は弾丸が銃口を離れるまで遊程を押しながら交代し、弾丸が銃口を離れた後はそれまでの完成により交代を続ける。その後、薬莢と遊程は完成により複雑羽を圧縮しながら交代し続ける。その途中、薬莢は排出され、遊程は最後尾まで後退した後に圧縮した。 複雑バネの力により前身、前進、時段を断層から装填し、再び遊定は、最初の位置へ復帰する。蒸気が、ブローバック作動方式の原理であり、発射ガス圧により、薬莢が遊定を押して後退させることが、ブローバックの語源となっている。下記は、シンプルブローバックの作動模式。蒸気後の動作後、遊定は、後退を続け、薬莢は肺、鞘寄港。 エキストラクター、エジェクターにより排出される。その後、遊程は終始位置まで交代し圧縮された複雑バネの力により全身へ転じ、次の銃弾を断層から押し出す。押し出された銃弾は重心薬室に装填され、遊程は重心後部へ当たりづらいの状態へ復帰する。グローバック作動方式は他の作動機構に比べ下記の特徴を持つ。 シンプルブローバックは、ブローバック作動方式の基本となるものである。ストレートブローバック、単純吹き戻し方式とも称される。有定の交代速度を低減する機構を持たないため、銃弾の威力へは、有定の質量と複雑バネの弾性力のみで対応する。このため拳銃では使用できる魂は限られ、例外は存在するがその多くは、 380ACP 弾以下の威力である。短期間銃では、有定の質量、大きさ等に制限を受けがたいため、拳銃弾としては、比較的高威力の9ト、mm、ルパラベラム弾、45ACP 弾、40S&W 弾等を使用した例も多い。また、比較的低威力の 22LR 弾等を使用した自動装填の銃は、拳銃、 小銃ともにシンプルブローバックを採用したものが大半である。採用例、カイ・ n m 1 9 1 0ウジ・スタームルガー・マッキー等多数。アドバンスドプライマー・イグニッションは、もともと、ラインホルト・ベッカーによって、ベッカー 20mm 機関砲のために開発された。これは、第二次世界大戦を通して、対空兵器として広く使われた。 エリコン機関砲を含む多くの自動化機に採用された。API ブローバックではカートリッジが完全に薬室に収まる前、つまりボルトがまだ前に動いている間にライカンプライマーに着火される。通常のブローバックでブリーチを開くには燃焼ガスはボルトの性的な完成に打ち勝ってボルトを交代させければならない。API ブローバックの場合は それに加えて、前進するボルトを止めるために、ボルトの前向きの運動量にも打ち勝つ必要がある。ボルトの前進速度と後退速度は、ほぼ同じであることが多いので、API ブローバックでは、ボルトの重さを約半分にすることができるボルトの2つの逆向きの運動量が打ち消し合うので、API ブローバック方式は、反動が軽減される。API ブローバックの性能を上げるために、 ベッカーやエリコンなどの大口径のアッピブ法は、玉を収めるのに必要な長さよりも、さらに長い薬質を持っており、その弾薬は、ストレートなテーパーのない側面とリベーテッドリム、薬莢の一番手の直径が、それよりも前の部分の直径よりも小さいを持っている。全身運動の最後の段階、つまり、抗体運動の最初の段階では、この長い薬質の中で、薬胸と、 ボルトが次のように振る舞う。重心内のガス圧が高い間は薬莢が交代しようとするのに逆らって薬莢の壁が薬室に張り付いてブリーチを密封する。ただし、この高い内部ガス圧に逆らって薬莢が交代しようとする動きは薬莢を引きちぎってしまう危険がある。一般的な解決方法は摩擦を軽減するために弾薬にグリースを塗ることである。 薬莢のリムはリベーテッドでなければならない。なぜなら、ボルトの先端が薬室に入り込むので、リムに噛み合うエクストラクターの爪を含めた直径が薬室の直径以下でなければならないからである。このような薬莢は、通常はネックが非常に小さい。なぜなら、弾薬は射撃中はサポートされないままであり、また、普通は変形させられるからである。強いネックの薬莢は、 ちぎれやすい傾向にある。API ブローバック方式は、通常のブローバック方式よりも強力な弾薬を、より軽い重砲から発射することができる。また、重量が軽いにもかかわらず、体感される反動が軽減される。オリジナルのベッカー砲は、20X70RB 弾薬を発射するが、第一次世界大戦の飛行機に乗せるために開発され、 重量は 30kg に過ぎなかったエリコンは API ブローバック方式の 20X110RB 弾薬を発射する対戦車ライフルエリコン SSG36 を生産した。一方でこの設計はボルトの質量、薬質の長さ、スプリングの強さ、弾薬の威力、そして発射速度が極めて密接に関連し発射速度と重工初速が 相反する関係になることが多い。API ブローバック方式の方はオープンボルトから発射されるので精度があまり高くなく、また同調装置を使ってプロペラを通して発射することができない。単純化された API ブローバックは、例えば TZ45 のようなオープンボルトサブマシンガンで広く使われている。このような構造では薬質の深さは 薬莢の長さよりごくわずかに短い。こうすることで、前進するボルトに固定された激震、ファイアリングピンは、ボルトが薬室後面に衝突する直前に、カ管、プライマーを発火させるようになる。このように単純化された API 方式は、非常に重要な重量軽減には貢献しないが、伊手にとっては、ファイアリングサイクルがスムーズに感じられ、また、 マズルジャンプを軽減することで、コントロールしやすくなる。カートリッジが発火するとき、テレスコーピングボルトの重心は、サブマシンガンの重心よりも前にある。テレスコーピングボルトの動きが、サブマシンガンの重口を前に押し、また、下に下げることで、いてが感じる反動を軽くし、また、反動で、カートリッジがマズルを押し上げようとする力に対抗する。API ブローバックの銃は、 オープンボルトから発射されるので精度があまり高くない。もっとも射程の短いサブーマシンガンではこれはあまり重要でない。アサルトライフルではポストニカウフ ATP がこの方式を使っている。ディレードブローバックは有定の交代を何らかの方法で遅延させるディレード機構を持ったブローバック方式である。この遅延機構により高威力の銃弾に対応できるようになるが シンプルブローバック方式よりも構造が複雑になるため製造コストや故障率の上昇を招きやすくなるといったデメリットも存在する。遅延機構には主に下記のものが存在する。ライジングサブマシンガン、m 5 0 55、60に採用された方式でレシーバー内の溝にはまる遊定が作動する際の運動摩擦力により遊定の交代速度を低下させている。 同様の動作を行う遊定はガス圧利用方式でも使用されるが、リレードブローバックの場合には、機械的に完全な閉鎖状態にはならないことが、相違意点であり、ガス圧利用方式とは、作動原理が異なる。ローラー遅延式は、薬莢が交代する際のエネルギーを、遊定に取り付けられたローラーにより分散し遊定の交代速度を低下させる方式である。ローラーロッキングとも呼ばれるが、 MG42 等の小トリコイル作動方式に使用されるローラーロッキングとは異なり機械的に完全な閉鎖状態にはならず、小トリコイル作動方式とは作動原理が異なる。レバー遅延式はテコの原理を利用してまたザバネの力が大きくなるよう構成した遅延方式である。ハンガリーのに初めて採用された。UT の閉鎖時、ボルトキャリア、UT。 レシーバーを、テコの役割を果たすレバー上の部品、力点イコールボルトキャリアに接した、レバー上部、作用点イコール有定に接した、レバー中央、支点イコールレシーバーに接したレバー下部で連結する、ことで、実際の複雑バネの弾性力より大きな力を、有定にかけ、発射直後の有定が後退する速度を低下させ、有定の解放時期が遅延させられる。 弾丸が重口を離れ空圧が低下するまでの間、幽艇は、テコの働きにより増大した複雑バネの圧力を受けているが、一定距離交代後に、テコの役割を果たすレバーが、レシーバの指示を失うと、テコの作用は割れ、幽艇にかかる力は、バネの弾性力のみになる。その後、薬莢と幽艇は完成により交代する。なお、を人力で交代させる際には、 直接ボルトキャリアを動かすため遊定には力が加わらず、テコの作用は起きないようになっている。ガス遅延式は、重口内の発射ガスを重心外に設置したガスシリンダーに導き、遊定に設置したガスピストンに圧力をかけ遊定の交代速度を低下させる遅延方式である。ガス圧を利用するが、ガス圧利用方式とは異なりガス圧は、 幽霊の交代を制御するだけで、幽霊を機械的に閉鎖する機構は持たない。第二次大戦末期に製造された国民突撃銃に採用され、そのデザインはに、ほぼ踏襲されている。国民突撃銃及びのガス遅延式では、重心外部の前半を、ピストン、有霊内側をシリンダーとして覆う構造となっている。 重心の中ほどにはガス導入口が2箇所開けられていて、発射された弾丸がこの部分を通過すると、シリンダー内に高圧の発射ガスが流れ込み、弾丸が重口を離れ重口内の圧力が低下するまでの間、有定の交代速度はガス圧によって抑えられる。これに対して H&KP7 やノーインコモデル77バイトでは、 重心下部に重心とは別に設置されたシリンダーがあり、有艇全部に取り付けられたピストンがこのシリンダーに換合する構造となっている。弾薬の発火直後、発射ガスの一部が薬室直近に開けられたガス導入口を通じてシリンダーへ流れ込み、弾丸が重口を離れ重口内の圧力が低下するまでの間、有艇の交代速度はガス圧によって抑えられる。 蒸気のどちらの構造とも、弾丸が重光を離れ燃焼ガスの圧力が下がると、シリンダー内の圧力も下がり、有艇の交代を遅らせていたピストンへの圧力も弱まるため、薬胸と有艇は自身の完成により交代する。ガス遅延式は、重光内に弾丸があり、高圧の間のみスライドの交代速度を低下させ、圧力が低下すると同時に、 有定の交代速度の制御がなくなるという構造のため弾薬の威力の強弱に対応しやすい遅延方式であるとされている。また、グローフォワード方式を採用しているは VG45 に似たガスシリンダーを用いて重心の前身を発射ガスで遅延させる構造となっていた。薬室の前方、重光側の内径を後方、油堤側より大きくテーパー状にし、 発泡時の圧力で薬室内壁に張り付く薬莢の抗体に通常の形状の薬室より大きな抵抗を与えることで有定の抗体速度を低下させる方式。薬室にテーパーをつける他に薬室内にフルートを設け、発泡時の圧力で薬莢側面が溝に食い込むように変形させる方式も存在する。この場合のフルートは 他のディレードブローバック式で用いられる薬莢が張り付きが託する役目とは反対の目的で用いられている。あまり高圧な弾薬では薬莢側面の脆弱な部分がちぎれる可能性があり低圧で短い前兆の薬莢である 380ACP 弾 32ACP 弾等にしか適用できないが低コストで実現できる支援方式である。また 薬莢の素材に、真鍮より強度のある軟膏を用いる伝統のある、ソ連ロシアでは、9mm パラベラム弾並みの強装とした QX18mm マカロフ弾を使用できるように、薬室内に螺旋状の溝が掘られた、マカロフ PM 近代化回収モデルが製造されている。ヘジテーションロックは、が特許を取得した支援方式である。ヘジテーションロックでは、 独立して稼働する、ブリーチ部を、遊定内に備える構造となっている。ブリーチ部は、後方がカーブした断面となっており、このカーブは、遊定内部と、換合していると同時に、ブリーチ部の下部は、下方に突起している。発射直後の遊定とブリーチ部は一体のまま、後退するが、2mm ほど後退したところで、ブリーチ部の下部にある突起がレシーバーとぶつかり、一旦停止。 固定させられる。この時、薬室から薬莢が2ト、mm、ルだけ飛び出すが、薬莢側面は薬室に指示され露出している。薬莢基部ケースヘッドは厚いため、薬莢が破けてしまう危険は発生しない。ブリーチ部が固定されるまでに完成を得た有定は、ブリーチ部を置き去りにして、さらに5ミ、mm、リほど交代する。その後ブリーチ部後部は、有定内のカムにより上昇し、 レシーバーから突起部分も外れ、ブリーチ部はレシーバーから解放される。この時点で、重口内の発射ガスは安全域まで低下している。その後、ブリーチ部と遊程は共に交代する。ちょうど、SKS や MP43 のティルティングボルト閉鎖機構の動作に似ているが、ブリーチ部と遊程を 2mm だけ一緒に交代させて、U、遊程に歓声を与える発想が独特である。 ヘジテーションロックを採用して市販された製品はのみである。車は同方式を採用し、45ACP 弾を使用するレミントン53の試作品を M1911 に代わる正式拳銃候補として軍に提出することを表明し、しかし軍が M1911 の大量製造をレミントン社に発注する見返りに同社は レミントン53の提出を取りやめるという取引が行われ、軍は M1911 に変えて改良型の M1911A1 を発注し、レミントン53が製品化されることはなかった。弾丸が重心を通過する際に内部で生じる力を重心に設けたラグ等とカムやレバー等の働きにより、有定に伝え、有定の交代速度を低下させる方式である。 これらの重心に加わる作用は、薬莢と遊泳の抗体運動に比べて小さいが、遊泳と緩合するカムやレバーにより力を増大させ、重工内の圧力が安全域に低下するまで、遊泳の解放を遅延させている。なお、遊泳を人力で交退させる際には、重心から遊泳に力はかからず、抗体を抑制する動きは起きないようになっている。 超トリコイル方式のロータリーバレル機構と似た構造だが、ディレイドブローバックでは遊定を機械的に閉鎖する機構は持たず、弾薬の発火直後から薬莢と遊定が交代を、はじめ、その作動原理は異なったものとなっている。矢では、ライフリングと同方向に傾斜したカムコが遊定内部に掘られ、これが重心の突起部と看合しており、 有定の前後動に合わせて重心は回転する構造となっている。弾丸にはライフリングにより回転が与えられるが、この作用として重心には逆回転、左の動きが生じる。発射ガスの圧力を受けた薬莢と有定は、重心を回転させながら交代しようとするが、重心はこれに反して回転しようとするため、カムコを介して有定の交代が阻害され、 有定の交代速度は低下する。弾丸が重厚を離れると重心に加わる作用はなくなり、有定は重心を回転させながら交代する。後発の FN5-7 では、弾丸が重心と摩擦しながら前進する際に生じる。摩擦によって、重心に加わる前方への作用を利用している点が異なるが、重心が前進しようとしている状態では、 有底の抗体が阻害される構造となっている点で同じである。ブローニングが1923年に特許 US パテント1-457-961を取得したもので重心の軸線と有底の移動する軸線に角度をつけることで有底の抗体に必要な力を大きくし有底の抗体速度を低下さる遅延方式である。 フランスのサブマシンガンに採用された。その後、有定の交代方向を変えることによる反動軽減効果を狙った改良型が TD ベクターに採用されている。トグル遅延式は、有定とレシーバーをトグルで連結し、薬莢と有定の交代時のエネルギーをトグルの動作で消費することで、有定の交代速度を低下させ有定の解放を遅延させる方式である。 ピダー戦自動小銃に採用されたが、いずれも g さんのようなフルート付き薬室を持たず、薬室への張り付き防止のため弾薬にワックスや油を塗る必要があった。スクリュー遅延式は、遊定の後方にスクリュー状に回転する機構を設け、遊定の交代速度を低下させる機構である。1893年にオーストリアのマンディヒャー射精ライフルに採用された。その後、 トンプソンにより、同機構を使用した銃が、1920年頃に、米軍の実機小銃トライアルへ提出されたが、ピダー戦自動小銃やガランドの提出した、プライマー作動式自動小銃に破れている。ミハイル・カラシニコフは、1942年に試作した、サブマシンガンに、同機構を採用している。式は、フリクションディレードブラウバックとも呼ばれ、高圧化における、 異金属同士の静止摩擦力により、遊定の交代速度を低下させる支援方式である。M1 型以前の初期型トンプソニ SMG に採用された。遊定の左右側面には傾斜した溝が切られており、a 型の真鍮性ロッキングピースがこの溝に換合する。遊定が前進した状態では、ロッキングピースは下方へ位置している。弾丸が発射され、 薬莢に押された幽艇が交代を始める際、鋼鉄製の幽艇と真鍮製のロッキングピースの間には摩擦が生じ、幽艇に押されたロッキングピースが幽艇の溝を上がりきるまで幽艇の交代速度は低下させられる。この方式では、ロッキングピースの上下に大きな摩擦がかかるため、この部分に常時オイルを滴らせるための仕組みも同時に考案されていたが、 埃や砂が付着しやすくなるため、実際に装着された例は少ない。また、鋼に比べて真鍮は脆弱な素材であり、ロッキングピースは魔耗と破損から定期的に交換する必要のある消耗部品だった。1978年に、米国の A ・ J ・オードネンス社から販売された、トーマス 45ACP に採用された遅延方式で、 これ以外の製品例はない。グリップ後端のレバーを握り込むと、スライド下部の不等三角形状の切り込み部分に、看合するブレーキ部品が持ち上がり、スライドの交代に抵抗がかかるが、最終的にブレーキ部品を押し下げて、スライドが交代する。機械作動を握力に依存している点が得意である。握力を利用することから一見原始的なアプローチにも見えるが、 レバーを介したブレーキは、テコの原理を利用して強い制動力を生み出しており、構造も単純であるため信頼性は高く、低コストで実現できるユニークな方式である。ブローバック方式と同様の作動原理だが、稼働する有定を設けず、ブリーチ部をレシーバーに固定して、重心側が発射ガスによって吹き戻されるように、設計したものが、ブローフォワードと呼ばれる、作方式である。 や、日野式自動拳銃など、少数の製品が製造されたが、弾層からの球弾が困難であり、動作サイクルが遅いなどの問題点があり、ガス遅延式が試作されたのを最後に、小型拳銃では現在は、採用例のない作動方式である。なお、大型機関砲まで参照範囲を広げた場合、陸上自衛隊が採用している九十六式四十ミリメートル自動的弾銃が、 現在までブローフォワード方式を採用する唯一の事例となっている。自動式拳銃を模した遊技銃において火薬や圧縮ガスの力で遊艇が後退する機構を持つものはモデルガンとエアソフトガンの一部のブローバックガスガンが主である。これらの遊技銃ではスライドが後退する作動をブローバックと一律に表記しており、モデルとした実銃がブローバック方式ではなく ショートリコイル方式を採用していても、ブローバック等用語を使用することが多く、混同のもととなっている。ショートリコイル式ブローバックという表記は、日本の遊戯銃における独特のもので、実中のブローバック方式と各種反動利用方式は、作動原理の異なるものであるため注意が必要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。